候補でございます。細川森博第1選をお伝えさせていただきます。どうぞ皆様ご清聴いただきますようよろしくお願いを申し上げます。私は今回の都知事選で都民の皆様方にお訴えをしていきたいと思っています。最初の価値観の問題というのは、私は政治の世界を引いてから15年余り田舎に引っ込んで焼き物したり手を描いたり庭いじりをしたりして過ごしてきました。しかし何か国の進めているさまざまな施策というものを時々新聞を見てテレビを見たりして感じておりましたのは、どうも少し私の考え方とずれているのではないか。例えば日本の人口は今1億3000万人ですが、あと50年すると9000万人になる、100年経ったら4000万人になる。4000万人といえば江戸時代の人口です。江戸時代の人口とほぼ近い。そういうことになると、これは今までのような大量生産大量消費、そういう経済成長市場主義というもので、果たして日本という国はやっていけるのかどうか、私は難しいと思います。これからは原発をあちこちの国に売り込んだりするような、そういう欲張りな資本主義ではなくて、もう少し自然エネルギーとか脱成長とか、そうした心豊かな生き方というもので満足できるような、そうした国づくりというものを進めていかなければならないのではないか。それが価値観の転換と申し上げた一つの大きなテーマです。心豊かな幸せの成熟社会へのパラダイムの転換をしていかなければならないんじゃないか、私はそう思っております。特に私が心配しているのは、今度の知事選挙への立候補のきっかけにもなったんですが、成長のためには原発が不可欠だと言って原発を再稼働させようとしている国の姿勢、このことに私は強い危機感を持って、そのことが今日ここに来ていただいている小泉さんにも強く背中を押されて立候補するきっかけとなりました。それが一つの私が申し上げる価値観の問題です。もう一つは、まあ、これも多少抽象的な話ですが、大くくりに申し上げて平和と言ってもいいかと思うんですが、今度の選挙のテーマはもちろん原発だけではありません。それに関わるさまざまな問題、いつ来るか分からない直下型地震に備えての基盤の整備とか、あるいは高齢者や、待機児童の問題、さまざまな問題にできる限り急いでメリハリをつけて対応していかなければならない、それも当然のことであります。外国とのさまざまな問題、オリンピックはまさに平和の祭典でありますから、都としても全輪的な近隣諸国との付き合いというものについては、いつも知事は念頭に置いておかなければならないことだと思います。オリンピックは
しかしかつての五輪のように、東京五輪のように大きな投資をして大きな建物を作ってというわけにはいきませんから、できるだけコンパクトな、しかしソフトな面でおもてなしの心というものを十分に感じていただけるような、そういうオリンピックにしていかなければならないし、また東京だけがいい思いをするのではなくて、東北の人たちにもぜひ一緒になってオリンピックの果実というものを分かち合えるような、そういうオリンピックにしていかなければならないと思います。もう一つ最後の問題は原発の問題です。私は国の存亡に関わる大きな事故がいつ起きるか、本当にこれは不安で仕方がない。福島の事故がありましたけども、東京の周辺100キロ200キロぐらいのところには浜岡とか、あるいは、東海第二とか、いくつかの大きな原発が立地しています。もしそういう原発が大きな事故を起こしたら、これは日本は壊滅的な打撃を受ける。日本だけではない、世界中にその影響が及ぶことは必至であります。ですから一刻も早く原発再稼働というものをやめて、世界の先進国がやっているように自然エネルギー、あるいは再生エネルギーなどを活用した分散型のエネルギー社会というものを作っていかなければ日本は成り立っていけない、そういう方向に早く踏み出していくべきだと思います。オリンピックや消費税や、いろいろな問題があるんですけれども、もちろんそういう問題も原発の事故が起きたとしたら、起きたらそんな問題はもういっぺんに吹き飛んでしまう。知事の最大の任務は、第一の任務は都民の生命と財産を守ることです。原発は都政のテーマではないという人たちもいますけど、都民の生命と財産を守るということは、これは最も重要なテーマでありますから、それが今度の選挙のテーマではないということは、私は全くおかしな話だと思います。この間の福島の事故の後も水道が止まったり停電になったり、都内の一部では大きな問題が起こりました。迷惑をされた方々がたくさんありました。その原発エネルギー依存型の原発依存型のエネルギー多消費型社会というものを、先ほど申し上げたように180度方向転換して新しい時代に対応するものにしていかなければならないと思います。 3.11 が起こるまで私も原発は安全でクリーンだということを信じてまいりましたが、しかしこの事故によってそれがいかに疑問であるかということが、疑問であるかということが明らかになりました。原発がなければ日本の経済は成り立たないという人がおりますが、2年間原発が止まっていても日本の経済は順調に回っております。もちろん石炭火力などの燃料代というものを相当かかることは分かりますが、しかし原発には実は天文学的なコストがかかっている。事故があった時のコスト、あるいは廃炉にするコスト、いろいろな点で天文学的なコストがかかっている。それが見えない形で国民の負担にされて、原発のコストは安いというごまかしが分かり通ってきました。原発の安全性の問題や核のゴミの問題を考えた原発とは早くここで区切りをつけて、欧米の先進国がやっているように自然エネルギーなどに変えていく方がよほど生産的だし、新しい雇用や技術を生み出していくきっかけになると思います。今ここで原発ゼロの方向というものを明確に打ち出して再稼働に向けて
スタートを切っていく、自然エネルギー大国日本というものを打ち出していくということが何よりも大事なテーマだと思っているわけです。もちろん東京都は東電の大株主でもありますから、東電に対していろいろ注文をつけていかなければならない。その東京で原発ゼロを目指すことは、先ほど申し上げたように今度の選挙で都民の皆さん方に問うべき、それこそ重要なテーマだということを重ねて申し上げたいと思います。この間小泉さんからも話がありましたが、原発をなくして再生エネルギーで活力のある日本を作っていくか、それとも今までのコストの高いリスクのある原発というものにしがみついて日本という国の衰退にかけるか、そのどちらを選ぶかという今回は大事な選挙であります。で、私は原発をやめて自然エネルギー、再生エネルギーなどで日本の未来にかけて、そういう方々の先頭に立って日本の新しい国づくりに邁進していきたい、そのように思っておりますので、どうぞ都民の皆さん方も少しでも多くの力添えをいただけたらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、小泉総理にお参じいたします。小泉純一郎です。細川さん、よく立候補を決意してくれた、敬意を表したいと思います。私ども二人は政界を引退していた、何を今更という人もあるでしょう。いたし、あの3年前の3月11日の原発事故、地震、津波、大震災を見て、これは大変なことが起こっているんだな、非常な危機意識を持ちました。今までの政界の経験、できることでできないことあるけども、今元気がある、何か自分たちにできることがないかということを考え始めました。今多くの中で都政の問題は原発だけじゃない、確かにそうです。防災の問題、あるいは医療福祉の問題、待機児童の問題、さまざまな都市機能の問題、課題はたくさんある。しかし原発を除いて他のさまざまな重要な問題は、候補者誰が知事になっても大して違いはないと思いますよ。最も大きな違いは原発どうするかじゃないですか。私どもは原発は安全だ、原発のコストは他のエネルギーに比べて一番コストが安いと専門家の話を信じている。しかしあの事故を見て、スニーバイル島のアメリカの事故を見て、チェルノブイリの事故をよく勉強してみて、原発が安全だ、原発コストが一番安いな、とんでもないことがしたというのが分かった。今までの反省も踏まえて、日本はこれから原発なしでやっていく社会を目指さなきゃならないと思ったんです。細川さんならできる。東京オリンピック・パラリンピック、原発ゼロで成功させたいと言ったら、なんと無責任なことを言うんだと俺の関係者が言い出した。原発なしでオリンピックなんかできんのか、小泉批判を始めた。ところが調べてみた、昨年オリンピック招致委員会は世界に向かって、 IOC に向かって、東京オリンピック・パラリンピック大会は原発なしでやっていけると世界に宣伝していたじゃないですか。東京が原発なしでオリンピック・パラリンピックを成功させる、それを世界に発信させる、東京のさまざまな暮らし、経済活動、これも原発なしでやっていけるんだという姿を見せれば、日本は
変わっていくと思います。その力を都民は持っているんです。私は今回の都知事の選挙で多くの課題があるけども、何を重要視するかというのは有権者それぞれ自身の判断です。私は原発の問題を最重視している。やればできる方になぜ政治が進まないのか。今原発必要だ、原発なければ日本は安定できない、そういう人の大きな批判の一つは、小泉がそんなこと言ってるけどもダイヤも出さないんじゃないかと言ってる。原発の問題は広くて深くて大きい問題です。原発を廃炉にするとしても40年50年かかるんじゃないですか。その前廃炉の技術の研究者はこれは責任を持って国も育成していなきゃならない。原発なき後の地域の復興発展はどういう産業が必要か、原発に代わる自然再生エネルギー、さまざまなエネルギー源があるでしょう。各地域で今始まってます。そういう支援をどうするか。さらに今後原発なしで起こる問題というのは私一人でできるわけないじゃないですか。また私一人で出したらそれこそ無責任なんです。政治が方向を出して原発なしでやっていける方々の知識と知恵と見識を生かして原発なしでやっていけるプログラム対策を考えて、それに向かって進むべき方向、これが私は適切だと思う。一人で原発対案出さないから無責任というのは、一人で出せという方が私は無責任だと思いますよ。日本にはさまざまないい知恵を持った方もいます。また外国でも原発なし、これは大事な問題だと考えている人がたくさんいる。昨年11月国連の事務総長、バンキムン事務総長と世界銀行の総裁、キム総裁が、国連は、また世界銀行は今後原発に対する支援は行わないと発表したじゃないですか。多くの日本の新聞マスコミは報道しなかったけど、よく調べてください。国連の各国も、これは原発というのは新興国にとっても豊かでない国においても原発を欲しいという国があるけども、果たして国連がそんな危険性の高いものに対して信用していいのかという危機感の表れだと思います。私どもは夢を持って理想を抱えるのが正義じゃないという批判するもそう思います。しかしこの原発ゼロで東京は発展できる、原発ゼロで日本の経済は成長できるという、そういう姿を見せることによって日本は再び世界で、あ、日本は自然をエネルギーにする国なんだな、環境を大事にする国なんだ、そういう発信をできる国になりうる、その夢を持った使命感を持って細川さんは立ち上がってくれたんです。どうか皆さん、この大事な都知事の選挙、今回の都知事選挙ほど都知事が誰であるかによって国政を動かせることができる選挙は滅多にない。細川さんだったらば、細川さんが知事に当選することができるならば、必ず今の原発でなくては日本はやっていけないんだという方向を変えることができる。だから私は細川さんを応援するんです。非常に厳しい戦いが分かっているけども、皆さん自身がこれからの都政だけじゃない、国政に対して本当に原発を進めていいのか、原発なしやっていけるのか、それを考えてもらう。そしてやはり生き方を変えていこう、使命感を持って昔ながらの自然と共に生きることができる日本を作ろう、東京都を作ろう、こういう思いに立ち返ってこの選挙ぜひとも
細川東京都知事実現のために皆さんのご支援をお願いしたい。心から小泉お願い申し上げます。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。力強く第一声をこの都庁前から細川森弘お訴えをさせていただきました。本日力強く小泉純一郎元内閣総理大臣が応援にと駆けつけてきてくださいましての第一声でございます。力強く都政を変えるその力を皆様にはご理解いただきたい。細川森弘その人となり政策の一端を今一度しっかりと皆様にはご確認をしていただき、この東京から新たな力新たな流れを変える人材として育てていただきお支えいただきますよう心からのお願いでございます。